もどうも、花宮ネクです。今回もザクザクアクターズをやっていくぞ。今回も一旦本編は置いておいて、寄り道要素をやっていきますよ。拠点の地下の魔物など知らんわ。私は次元の塔に行くんじゃ。次元の塔2層、追いはぎ本舗ゼニアッタに行くぞ。意味わからんフロア名だったが、それに加えて意味わからんでかい像があるな。なんだあれ。わかるぞデイリッチ。自由度高いゲームだとダンジョンの中のスタチューを拾って拠点に置きたくなるよな。集めると何かいいことがあるのだろうかとか書いてあるし、案外小さなメダルみたいなものかもしれん。かさばるメダルだぜ。探索続行。誰？いや、思い出した。この子も初プレイ1軍だ。やっぱり追いはぎをされているな。私はオブリビオンでもスカイリムでもニューベガスでも追いはぎに屈したことはない。ノーだ。というわけで村の追いはぎゼニアッタとのバトル。最近オーバーウォッチにやってるから、あっちのロボザゼンマンを連想しちゃうな。まあこの戦闘ですが、ゆえあってダイジェストでお送りします。アイスに往復ビンタぐらいしかやってこないのでボコボコにしております。お、イベントだ。行動回数追加、氷属性威力アップ、全スキル解放。本気だ。ティーナさんが死んだ。しかし氷耐性持ちのユキノちゃんなら、うわぁ、即死した。即死技を連射するなよ。全体氷ダメージプラス睡眠もやめろや。死ぬか眠るかでどんどん行動不能になっていく。ついでにジーナさんの MP が全部奪われたので、もう特技は使えないぜ。ふぅ。おお、こたつも犬も等しく即死で死んでいく。お、あと少しで撃破かい。こっちはもうボロボロだけどな。完全に詰んだこれ。ユキノちゃんが何回デイリッチを生き返らせてもそのターン内に殺される。うわあ。初めて負けた。意外と踏ん張れたけど即死がきつすぎた。まあ 300G ぐらい失ってもいいんだが、舐められたままなのは我慢ならねえ。いつか殺す。ブーム。主に氷属性の攻撃を物理も魔法もやってきて、睡眠、即死、 MP 吸収、氷耐性ダウンをばらまかれたんだよな。どうしたものか。放置して階層ボスだけでも倒したい気持ちはあるが、雑魚的に封してるんだもんな。うん、そういえば所持金が 300G 以下だとどうなるんだろう。ここは一つミスリルアーマーを作って所持金をすっからかんにして探索してみるか。探索再開。ゼニアッタ石像ゲット。うお、エンカウント早いな。さっきも今も1回でエンカウントしてるんですけど、さあどうなる。お、よし、見逃してくれるっぽいな。
ラゴンブラッドくれた。助かる。さっきの激戦でドラゴンブラッドなくなっちゃったからね。少なくともドラゴンブラッドが5個以下の時は再戦は避けよっと。再開が早いよ。さっき見逃してくれたばっかりだろ。しかも地味に 315G に値上がりしてる。足元見やがって。ドラゴンブラッド助かる。できるだけ現金を作らないようにして進もう。あ、超強敵シンボルだ。ランダムダンジョンで無限に見たやつ。この辺のユニークエネミーかな。勝負だ。蘇生アイテムは使わず倒したいね。ディノサウルスとのバトル。今回はユニークエネミーの情報を見ずに来ちゃってるんよな。うん、まあ爬虫類とか恐竜は氷に弱いと相場が決まってるしな。ローズマリーは氷でよろしく。よし、予想通りに氷が効いた。しかし氷属性マンはローズマリーしか連れてきてない。雪乃ちゃんの雪だるまキック、氷じゃなくて投擲属性なんだよね。質量攻撃だからね。うん、ディノサウルスは大技準備中か。大技に対しては基本的に防御、補助、カウンター。まあそりゃそうっすよね。ああ、大技を使ってきたターンだけ脆いボスとかもいるのかな。まあセオリー通りにまずは全員防御すって。脆いキャラは硬いキャラに交代してね。ディノサウルスは空気を震えさせながら突進。肺の中の空気がなくなるまで暴れ回った。ベロベロスが死んだ。運悪く2回狙われたから縮小。900蘇生のドラゴンブラッドは節約期間中なので、400蘇生のフェニックスの尾で妥協蘇生していきましょう。あっぶね。大技を使った後なのに元気だね、ディノサウルスくん。しかしやっぱヒーラー組もローズマリーのアイテム使用も絶妙に遅くて信頼できないな。回復は先制してほしいんですけど、やはり現状信頼できる回復手段はペロペロするしかないか。ベロベロスのペロペロ、なぜかめっちゃ回復する上に速度補正プラス100が乗ってるっていう優れものでね。印象が2倍ぐらいになるのでほぼ確実に先制して回復できる。やはり最後に信頼できるのは唾液。唾液しか勝たん。恐竜だし炎ぐらい生えてくるかもしれんと思って雪乃ちゃんに炎&氷バリアを張ってもらうんだが、冷静に考えるとおかしいよな。恐竜は炎を吐くというパブリックイメージ。お、大技準備中か。ここはうちの秘蔵のヒーラーである TT 様に受けてもらうか。めっちゃダメージを食らえばめっちゃ TP が溜まるしな。なんとか耐えてください。危うく死ぬところだった。よくクリティカル出すね。このゲームクリティカルダメージは3倍らしいのでヒヤッとしちゃったね。で、ここまでの危険を犯して TT 様に受けてもらったのに案外 TP 溜まらなかったっていう、ご迷惑をおかけします。お許しを。 TT 様の紅茶を唾液まみれにしてもろて圧心だ。なかなか強かったぜ。ドラゴンアーマーを落としていったな。どこに持ってたんだろう。丸飲みしてたんかな。ふっ、ついに現金を持ってる時に捕まってしまった。ここで拠点送りにされたらまた登るの面倒だし払ってやるよ。悔しい。階層ボスはモブ敵だったので割愛。帰れ。恒例のデイリッチ専用の奥義書はフルスイングタイガー。ヘッドバットの次はフルスイングとは、どんどんヤンキー技を覚えていっているな。早速使って性能を見てみましょう。
持ちだけ虎になってみました。 TP 消費は初期技のフルスイングと同じだが、評価された上に会心判定もある。着々とデイリッチが物理アタッカーの道を歩んでいるな。もっと鬼のようなドーピングをしたり自己バフ技を覚えたりすればワンチャンあるぞ。さて、ゼニアッタから目をそらしたまま階層ボスまで倒してしまったが、さすがにそろそろ倒したいな。どうしたものか、探索しながら考えるか。のんびり探索中。デイリッチは壁に5行の断りがあるのを見つけて読んだ。どことなく賢くなった気がする。パーティー全員経験値ゲットだ。で、なんかアルフレッド君が固有スキルを覚えたな。面白いの覚えたかい？デスガード、防衛も含めた味方全員に即死耐性 80% 付与。え、今僕に一番必要なものじゃないか。どうしたアルフレッド君、こんな有用なスキルを覚えて。悪いものでも食べたか？サンダーハンドとかいう謎すぎる技を覚えた頃のお前はどこに行っちまったんだよ。寂しいよ。まあいい、このスキルさえあればゼニアッタにも勝てるはず。恨みを今こそ晴らす時だ。どこにいるかな？いたー。ほんと出現率高いね君。やってやる、やってやるぞ。 345G にもなっとる。値上げが指数関数的だ。やってやろうじゃねえかこの野郎。まずゼニアッタは最初はナメクをしてくるので、今のうちにヒーラー組の TP を貯めておく。まあもっと突き詰めるんなら全員の TP を100にすべきなんだろうけど、さすがにそこまでやるのは面倒くさいんでね。よし来たな本気モード。我々の対策を見せてやる。まずパーティー編成。ほい、アルフレッド君。アルフレッドのデスガードで即死耐性、ユキノの氷のベールで氷耐性を味方全員が得る。ここまですればあと怖いのは睡眠と MP 吸収と氷耐性ダウンだけだな。よし、即死耐性が機能してるな。氷耐性の防具もあるだけ装備してきたので氷耐性もバッチリだ。ベロベロスは睡眠無効なので連れてきてます。炎攻撃で弱点つけるしね。来たな、全体氷ダメージプラス睡眠。誰も寝なかった、素晴らしい。しかしなんだかんだでみんなダメージは受けてるな。 TT 様、全体回復頼む。お、ゼニアッタが息を整えてターンエンドしてる。そっか、全体氷ダメージプラス睡眠の次のターンは何もしないんだ。安全に回復できたぜ。割と安定してるので早送り。氷のベールとデスガードは切らすなよ。生命線だぞ。いい感じにみんな瀕死だけど、 TT 様が先制すればなんとかなるぞ。頼む頼む頼む。 TT 様遅い。いや、まあ犬とサッカー選手より遅いのは仕方ないんだけど、ゼニアッタよりも遅いのよね。こういう RPG で敏捷が大事だった経験があんまりないから軽視しがちなんだけど、このゲームだと2発食らったら死ぬからマジで敏捷大事っすね。敏捷バフデバフも意識しないとな。まあ死者が3人出たらオープンパンドラで立て直しよう。オープンパンドラを使う立ち絵もそのうち作りたいな。オープンパンドラには全能力 30% アップもついてるので、これを活かして殴りまくれ。防御は一旦忘れろ。
しメッセージ来た。あと8分の1。いいぞ。あぶね、運よく即死を引かなくてよかった。ジーナさん、なんだか急に心配になってきたな。やっぱり安定重視で行こう。またゆきのちゃんを呼び出して氷のベールを張ったりしようや。あ、ベロベロスが即死した。仕方ないね。いかん、そろそろみんなの MP が限界だ。 MP 回復に行動回数を割きたくないっすね。的確にゆきのちゃんの MP を奪い取るのはやめなされやめなされ。この辺めちゃくちゃ調光しております。戦闘が最初からになることを何より恐れている。ここで神様弁当なるアイテムを使用。全体 MP 回復剤。これはカットした王国会議でもらったものなんで後で流します。そしてアルフレッド君は真顔で往復ビンタをし続けている。一番強いからとはいえ怖いね。真顔で往復ビンタし続けてくるの。さあどうだ、思い知ったか、俺たちの底力。切腹までの判断が早すぎる。普通に感動してたんだけど、何もできないは嘘つけ。全体睡眠、即死、MP 吸収、氷耐性ダウン、自己バフ、何でもできるでしょ。そういう話じゃないけど、そう、その腕っぷしに使い道がある。今はまだ無理だが、ゆくゆくは氷パのエースを君に務めてもらいたい。中心ゲットだぜ。本当にクソ強かった思い出がある。次元の塔で仲間になるやつみんな強すぎ問題。
推奨レベル以下撃破、イエーイ。いやー、めちゃくちゃ編集が大変な激闘だったな。しかし次回、さらなる強敵が襲いかかる。次回、寄り道隠しボスをこのレベルで倒します。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。